ちモンクで行こう。こんにちは。いや、はじめましてかな。私は、プラモのモコです。こんにちは。私は、アリー製作所のナナシーです。久しぶりにこのチャンネルで、立ち四駆の動画をお送りします。立ち四駆で行こう。およそ7年ぶりなんだよな。思えば、最初の、レーサーミニ四駆に挑んだメーカーたち。思った以上に再生数が伸びたのよね。その後は、立ち四駆の星、茶番ばかりの動画でしたね。そういえば、立ち四駆の星って、あれからどうなったのよ。続編も考えたのですが、ネタ切れで打ち切りとなっちゃいました。楽しみにしていた視聴者さんには、ほんと申し訳ないと思っています。で、ナナシーさん。この動画って内容は、どんな感じなの？はい、しばらくは以前の動画、レーサーミニ四駆に挑んだメーカーたちのリメイクバージョンになりますよ。ただし、以前のような茶番は控えようと思います。そういうわけで、記念すべき第1回は。もちろん、レーサーミニ四駆に挑んだメーカーたちでも最初に取り上げた、あのメーカーですよ。で、そのメーカーってどこなのよ。はい、今回はここ。あれ、違いましたね。この丸い、東京丸いですよ。丸いって名前は、一般的だと全社を想像しちゃうわよね。でも、東京丸いって、エアソフトガンメーカーとして、日本国内最大手のメーカーじゃなかったっけ？確かに、ホームページで見ても、スコアを競う射撃競技を模したゲームや、サバイバルゲームなど、エアソフトガンのラインナップばかりですが、昔は、プラモデルといった、模型やおもちゃなどを販売していたんですよね。それでは、ほんの一部ではありますが、かつての東京丸いの模型やおもちゃを紹介しますね。まずは車や飛行機、戦艦といったスケールモデルですよ。こう見ると、昔ながらと言いながらもよくできてるわね。次は電動工具。組み立てた後、実際に使えたりする優れものなんですよ。電動ドリルやルーターの組み立てキットは、タミヤ模型にもあったわね。懐かしいな。プラズマダッシュモーターといった、強力なモーターを搭載してたっけ。それ、危ないし、ギアがいかれますよ。今はホームセンターで安く買えるし、模型としての需要もなくなっちゃったわね。次は、ゼンマイで動く、キュートなウォークメイトシリーズや、電動面白占いシリーズ、ジグソーパズルですよ。ウォークメイトシリーズのラインナップは、なんだか時代を感じるわね。おみくじ神社は、電動式の貯金箱ね。タミヤ模型にも工作シリーズであったわね。こっちは音に反応して出てくる仕組みだったけど。と、ここまでは昭和後期から平成初期のモデルで、次はもう少し後になって販売したものですよ。次はこのゴジラですね。なんと、ラジオコントロールなんですよ。これ、見たことあるかも。お次は鉄道模型ですよ。一般的なのは HO ゲージや M ゲージなんですが、あえてそれよりも小さい Z ゲージを採用していますよ。すげえな。小さいだけでなくライトもついてるなんて。残念ながら、Z ゲージは6班に取られた形になっちゃいましたね。そして、ソフトエアガンの子供向けに販売した、特急ガン。え、鉄道模型とエアガンとのコラボレーションと聞いたか。東京丸いって、時々変な方向に突っ走る傾向があるわね。まあ、ナナシーさんのアリーも、ある意味ですごいんだけどね。そして、極めつけは、これですよ。ゲゲ、まさか、本物のスクーターかよ。実寸大のモデルじゃなくて、本物の電動スクーターですよ。と、東京丸いは、いろいろな模型やおもちゃを販売していた過去があったんですよね。それは良いんだけど、この動画は立ち四駆の紹介動画なんだろ。はい、それではモコさん、レーサーミニ四駆の初期のモデルって、何をモチーフにしてましたっけ？そりゃ、
初期のモデルは RC バギーを。当時はバギーブームで、多種多様なオフロードカーをラインナップしてたわよ。ホットショットジュニアをはじめとして、歴代最大販売数を誇った、アバンテジュニアといったあらゆる車種を販売してたわね。おかげさまで、レーサーミニ四駆は、100代目のナンバリングを達成したわよ。そう、当時、東京マルイも、RC バギーを販売していましたよ。代表的な車種はこれ、サムライですよ。ホットショットに似ているわね。でも、これってチェーンドライブかしら。そうですね。今ではあまり見られない駆動方式ですよね。あとは、忍者と将軍。このあたりになると、駆動方式もシャフトドライブになってるわね。なんとなくだけど、見た感じはサンダーショットのシャーシ構成に近いかも。この2車種は、後に、FD という名の、組み立て調整済み電動 RC カーシリーズでも登場していますよ。ちょっと、これ、タミヤ模型の QB のパクリじゃないの。確かに、販売時期がほぼ同じでしたので、そう言われても仕方がないですけどね。1986年春に、タミヤ模型から、同社の電動 RC バギーをスケールダウンして発売された、レーサーミニ四駆。発売当初から、絶大な人気を誇る、動力自動車模型となったのよね。他の模型メーカーも、その人気にあやかって、それぞれ独自のマシンをリリースしましたよ。それらのマシンが、いわゆる、パチ四駆と呼ばれる存在になるのよね。本動画のパチ四駆の定義は、某国が発売した、ただ単に真似たものは取り上げません。似ていながらも、それぞれの特徴があった、メーカーたちのマシンを取り上げていきたいと思いますよ。パチ四駆には、大きく分けて、3つのカテゴリーがありました。1つ目は、インパクトのあるマシンを作ろうです。レーサーミニ四駆の絶大な人気で、他社製のマシンは、どのようにすればお客の手に取ってもらえるのか？各メーカーは試行錯誤しながら様々なマシンをリリースしました。二つ目はあらゆるパーツをセットにした上位マシンを出そうです。レーサーミニ四駆は当初公園など外で走るミニ四駆を追いかけながら遊ぶものでした。人や車の接触といった安全性が危惧されてタミヤ模型は安全に楽しめるよう試行錯誤した結果、現在のサーキットコースが生まれました。その頃、スピードアップのためのパーツである、別売りのグレードアップパーツが登場。当時の子供たちは、様々なパーツを取り付けてレースに挑んだものです。その光景を、他社は見逃すわけがなく。タミヤさんが別売りなら、我が社はマシンとセットで販売しよう。お得感を出して、ミニ四駆に群がっている子供たちを引き寄せるのだ。と言ったかは分かりませんが、各メーカーは揃って、パーツをセットにした上位マシンを発売していました。三つ目は、アバンテジュニアに負けない、新型シャーシのマシンを出そうです。アバンテジュニア。このマシンを見た各メーカーは、驚くと、絶望感を味わったのではないでしょうか。軽量化したシャーシ、絶大な放熱効果を施したモーターホルダー、台形ホイールとスリックタイヤ。これで当時600円ですからね。各メーカーも、これに合わせて、新型シャーシをリリースしたとも言われていますよ。と、この3つのカテゴリーで、各メーカーの特徴的なマシンを紹介していきます。なるほどね。要は、レーサーミニ四駆の特徴をパクった。ってことなのよね。確かに言われてみるとそうかもしれませんが、一部のメーカーは違った意味で進化したりと一概には言えないですね。それでは東京マルイのマシンを紹介しましょう。
東京マルイは、かつて RC バディを発売していましたって言いました。レーザーミニ四駆の絶大な人気に、東京マルイも同じようなマシンを発売しました。しかし、ミニ四駆はファミレ模型の商標登録ですので、東京マルイは、違う名前で発売することとなります。その名前は、ジュニアレーザー。第1弾は、ファミレ模型のホットショットに倣って、サムライジュニアとなりました。要は、レーザーミニ四駆のパクリよね。でも、シャーシは似ているようで、全然違いますの。まずは、ファミレ模型のレーザーミニ四駆のシャーシです。今となると懐かしい、タイプ1シャーシね。当時はサーキットコースなんてなく、公園などで走らせるから、防塵のシャーシに、スパイクタイヤだったわね。そうそう、発売当初のシャーシなんだけど、フロントバンカーに、ローラーを取り付ける穴ってなかったのよね。画像のサムライジュニアは、ローラーが付いていますが、こちらも、当初はローラーを取り付ける穴がなかったんですの。え、そうなの。ジュニアレーサーも、レーザーミニ四駆が発売された時期に登場していますので、コンセプトは同じだったのでしょう。ちなみに、これが初期のジュニアレーサーのシャーシですの。あれ、色がグレーなんだけど、当初はこの色だったのかしら。もう、すでに廃盤となっていますし、初期のシャーシは幻じゃないかとも言われていますね。でも、偶然にこのマッハゼットジュニアで、初期のシャーシに出会えたんですよ。マッハゼットジュニア？はい、レーザーミニ四駆に挑んだメーカーたち、ボリューム12で紹介したマシンですよ。1987年に開催された、コミュニケーションカーニバル、夢工場87のパビリオンの一つとして登場した、スーパーゲームゼットのマシンをスケールダウンモデル化されたのが、これなんです。あれ？これって、モコさんがリポートしてませんでしたっけ？そうだったかしら。もう昔の話だから、そんなの忘れちゃったわよ。話が脱線しちゃいましたので、ジュニアレーザーの紹介に戻りましょう。それでは、将軍ジュニアを見ていくこととしましょう。箱の中身は、こんな感じですね。一瞬で見たら、ミニ四駆と勘違いしそうね。はい、完成しましたの。制作の工程は、スルーなのかしら。それも入れると、尺が長くなっちゃいますし、特徴はちゃんと紹介しますの。それでは、先ほど紹介した、レーザーミニ四駆のタイプ1シャーシですね。そして、こちらが、東京マルイのジュニアレーサーのシャーシですの。こちらは、ローラーが取り付けられるので、後期版となりますが。やっぱり、似てるんだよな。単三電池2本を金具で直列にして、モーターを動かしてるのよね。基本的な構成は、レーザーミニ四駆と変わりませんね。ただ、ジュニアレーサーは、スイッチに大きな特徴があるんですの。どんな特徴なのかしら。レーザーミニ四駆は、フロント側にスイッチがありますが、ジュニアレーサーは、ギア側にあるんですの。モコさん、ミニ四駆のギアを交換するときはどうしていますか？それは、モーターカバーを開けて、ミニオンギアとスカーギアを交換しているわよ。ジュニアレーサーは、ギアの交換にモーターカバーを開けずに、スイッチ一つで切り替えられるんですの。何？驚きました。これが、東京マルイ、ジュニアレーサーのインパクト、というわけなんです。確かに、これは画期的だけど、そもそもギアが噛み合わなかったら、動かせなくなるんじゃないかしら。その時は、軽く回してから、スイッチを入れ直すことで解決できますの。それともう一つ、ボディを止めるボディキャッチが、ジュニアレーサーにはありません。じゃあ、どうやってボディを止めるのよ。シャーシ工具の突起に、ボディ工具の穴を入れて、天狗の爪で引っ掛けるんです。なんだか爪が貧弱ね。折れたりしたらそれで終わりじゃないの。ちゃんとそのことも考慮して、スペアのパーツが標準でついていますよ。この内容で定価600円。レーザーミニ四駆も当時600円でしたので、真っ向勝負した形ですね。さらに、ジュニアレーサーは、一部、
車種によってホイールの色が違ってたんですの。ローラーもホイールのパーツに入ってたのでホイールの色に準じていますよ。と、レーサーミニ四駆との差別化も図ってジュニアレーサーは発売されるのですが、ファミレモ系の RC バディはたくさんリリースされていて、それぞれミニ四駆化しているのに対し、東京丸井の RC バディは侍、忍者、将軍と数が圧倒的に少ないのでした。このままではタミヤさんのミニ四駆2種類で圧倒的に負けてしまう。どうすればいいのか。こうなったら他社のラジコンメーカーに協力を依頼しよう。我ながら良い名案だと言ったかは分かりませんが、東京丸井はラジコンメーカーの強将横も広棒に協力を依頼し、なんとか14種類のマシンをリリースすることができました。サムライ 4WD ジュニア、忍者 4WD ジュニア、ターボークティマジュニア、ロッキージュニア、ターボロッキージュニア、オプティマミッドジュニア、エイリアンミッド4ジュニア、将軍 4WD ジュニア、ターボークティマミッドジュニア、スーパードッグファイタージュニア、シャドウ 4WD ジュニア、ハンタージュニア。ちょっと待った、14種類って12種類しか乗ってないんだけど。あ、乗っていないのはこのワンダードッグファイタージュニアとオプティマジュニアですね。オプティマって最近復刻されたモデルじゃなかったっけ？まあ当時のことですので運悪く製造終了になっちゃったのでしょう。しかしレーザーミニ四駆は公園などで遊ぶオフロードからサーキットコースでスピードを競うオンロードとコンセプトが変わっていくのですが、東京丸井も遅れを取るまいとファミレモ系のレーザーミニ四駆に対抗意識を燃やしていくのでした。ちょっとこれで終わりって言うんじゃないでしょうね。動画の尺が長くなりそうですので、前編として一旦ここで終了となりますよ。続きは後半ということでご了承をお願いしますね。で、後半はどんな内容なのかしら。後半は人気が増すレーサーミニ四駆に対しての東京丸井ジュニアレーサーの底力に注目ですね。グレードアップパーツの登場で東京丸井はどのような手段で挑むのか、そしてアバンテジュニアの新型シャーシの登場で東京丸井も新型シャーシで挑むのか、その後のジュニアレーサーの運命は、これらの真相は後半でお送りしますので楽しみにしてくださいね。後半はできるだけ早く配信するわよ。それではご視聴ありがとうございました。